こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はですね、夏を前にして、森林の滝、非常にですね、マイナスイオンを出す、空気清浄機になるんですけれども、この掃除方法、お手入れ方法を、お教えします。まずご用意してもらいたいものが、こちらですね、500円玉、そして、ドライバー、そして、使い古しの、歯ブラシ、それと最後に、雑巾、この4点を、ご用意ください。それでは、やってみますね。まずですね、こちら、500円の玉でですね、これをくるくると回してください。回してやるとですね、するとこういうふうに外れてきます。外れたところに、こちらですね、ドライバーですでにもう、撮影をするために2つほどは外しておりますけれども、これを、ドライバーで、ネジを外してやります。非常に簡単です。こちらこういうふうな形で外してですね、あとは手で回すだけです。この時、気をつけてもらいたいのが、このネジをですね、なくさないように、お願いをいたします。そしてルーパーを外します。そして、ルーパーを外せばですね、こちらがですね、ギザギザの、この、出た取っ手があるんですけれども、ここですね、こちらの方からマイナスイオンの、発生ということになりますので、ここを、ちょっと磨いとってやってほしいんです。その時に使うのが歯ブラシです。このようにですね、ちょっとこの辺りゴミが溜まっております。ですからこれを、ぐるぐるとこうやってやることによってですね、マイナスイオンの発生がですね、さらになりますので、ここは丁寧にやってもらいたいと思います。それではこれを裏返していただきます。そして、この、留め金をまた、3箇所ついてるんですが、もう2箇所はすでに外しました。それで、これをまた同じくですね、このような形で、外してやってください。この時にも大事なのが、このネジをですね、外さないように後で、探します。そしてこれですね、これを手でコロコロと回してやってください。すると羽もですね、このように取れます。ほら、こんなに汚れてるでしょ。1年の汚れって大変なんですね。これをきれいにですね、ルーパーをタオルなどで、拭いてやってください。付着している汚れをですね、このように、水に濡らして、もう結構ですので、拭いてやってください。そして、これもですね、非常に汚れてます。ですからこれも拭いてあげてください。それから、また、同じように、元に戻してあげてください。そうするとですね、この夏は非常に最適のですね、森林の滝、マイナスイオンを含んだ非常に、森林浴のできるですね、お部屋を森林浴にできるような、扇風機、森林の滝ができますので、よろしくお願いいたします。非常に簡単ですので、ぜひご家庭でやってください。それでは今日は、森林の滝のお手入れ方法でした。